はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、ちょっとこのようなコール申し訳ないんですけれども、本日は推しに会いに行っていきたいと思います。ということで準備のね様子をお届けしようかなと思うんですが、ただいまパック中でございます。あ、そうだ、まあやっぱ今日はちょっと完璧な自分でいたいというね。笑えないんですけど、うまく、すいませんね、浮いちゃうので笑えないんですけど、心は笑ってます。で、そう、今日はね完璧な自分でいたいということで、ちょっとマニキュアがねハゲてきちゃったところがあるので、パックしながらマニキュアしていきます。はい、忙しい。ザラのネイルポリッシュの NC803 番っていうブラックのラメラメのマニキュアを使ってるので、今はこれをちょっとハゲたところに付け足していきます。このザラのマニキュア結構乾きがいいので、全然パックしてる間とかに塗っちゃって大丈夫のはず。時間はまだ、でも言うて1時間半ぐらいか、多分大丈夫だと思うけど、そこまで気を抜かずにやっていきます。やばい、お手洗い行っとけばよかった。しまった、あるあるじゃないですかこれ。マニキュア勢からするとお手洗い天敵なんですよね。うわっ、行っとけばよかったみたいな。いつも結構必ずネイルする前、マニキュアする前は行くんですけど、忘れてた行くの。ちなみにパックはなんか目代わりで買った VT のモイスチャータイプのやつ、青いやつ使ってます。よし、じゃあそろそろ OK。 ひー、ふぅ、保湿された、すんごいもちもちになった、いい感じ、いい感じ。今日はねトークショーかなに行ってきます。バースデートークショー楽しみ。ちょっとお手洗い行けるかな、お手洗い行こうかな、さすがに。ちょっと行ってきます。てかみんな見てください、これじゃん、可愛くない？この前の YouTube でね一緒にお仕事をさせてもらったアメリカンイーグルさんから届きまして、超可愛くて、でしかもめっちゃあったかいから今の時期に本当に助かってる。ありがとうございます。見るたびに可愛くて超癒される。だいぶ主張激しいんですけど足元の。でも超かわいい。よし、じゃあメイクしていこう。本当はねあんまりスキンケア直後にやるのは良くないんですよね。肌の表面にまだこう美容液とかが残ってる段階でやっちゃうと塗りやすくなっちゃったりとかするから、本当はもう少し時間を置きたいところだけど、遅刻もできないので時間に余裕を持って準備を終わらせたいからもうやっちゃう。こういう完璧で行きたい日とかって特にそうだけど、時間に余裕持って起きて準備し始めるのも、いつもだったら全然余裕で間に合う時間に始めてるのに、こういう時に限って気づいたらやばい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 な、え、時間ない時間ない、どうしようってなってるんですよ。まずは日焼け止めを塗ってから下地を塗ります。私最近 SNS でも話題になってると思うんですけど、レチノール、あのイニスフリーのレチノールを使い始めて、レチノールって日焼けに弱いのでしっかりとね日焼け対策をしていってます。まあ、このラロッシュポジェのやつは全然日焼け止めも下地も一緒にできるやつなんですけど、日焼け止めとして使ってます。つるんとした肌になるみたいなのでバズってて、最近私も使ってます。でもいい感じな気がする。今日はもうすでにコーディネートは決まってます。昨日の夜の段階で決めておきました。私結構コーディネートは前日の夜に決めることが多いかな。なんか当日に決める時もあるんですけど、やっぱ当日に決めるってなると悩みすぎちゃって間に合わなくなっちゃって嫌なので、割と前日の夜に決めることが多いんですけど、なんか当日になってみて前日決めたものを見て、うん、なんか違うっていう時ももちろんあるんですよね。その日の気分っていうのがあるので、その場合は本当にもうやばい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 ってなってるんですけど、で結局決まりきらずに前日の夜に決めた服で着て行ってみたいな。でもどっちにしろ前日に決めておいた方が余裕はありますよね、心に。でもパンツどうしようかなって悩んでるけど、まあまあまあでもある程度は決まっているので、ここはまず一安心なんですけど、髪の毛を最近私カットしまして、顔周りにレイヤーを入れてもらったんですよ。でまだ1週間もほんと経ってないぐらいだから、髪の毛のヘアセットが心配なんですけど、まあ頑張ってやっていきます。アイシャドウどうしようかな。今日はでもそんなに色は使ってないから、別に何色でも合うっちゃ合う気がするんですが、今日でもちょっとラメとか使いたい気分かも。気分的に透けるようなラメがいいな。でもトゥーフェイスドのクリスマスコレクションのアイシャドウパレットのこの色
無難なカラーをとりあえずアイホールに広げていきます。あでもこう考えると私結構メイクとかはの日の気分でな、あんまり私決まったメイクっていうのがなくて、メイクってまあそんなに変えるところないかもですけど、やっぱりアイシャドウのカラーとかで遊んだりすることが多くて、でもベースのアイシャドウの入れ方っていうんですかねはもう結構固定であるかも。あとは色をどうするかみたいな感じなんですけど、いつもあれがいい、あちょっと待って、これを使います。ナーズのラメのやつなんですけど、これがなんかちょっと透ける感じっていうか、もうラメで可愛いので全体的に乗せていきます。こんな感じ、めっちゃ可愛くないですか。これゴールド系の発色かな。ポンポン乗せる感じで入れていきます。綺麗、下にも入れちゃおうかな、そのままキラキラ。そしたらこの赤色のアイシャドウでちょっと締め色入れていきます。カムラキが今赤系だから、こういう赤系のアイシャドウがやっぱり相性が良くてよく使ってます。あそうだ、この前エリちゃんとカラオケに行ったんです。カラオケ行こうっていう風に誘ってくれて、やっぱりこの季節になるとなんでかわかんないけど、なんでかわかんなくはないけど、やっぱりこう冬ソングを歌いたくなるんですよね。季節の中で冬が一番曲も影響されるかも。夏はあんまり夏ソングみたいなのあんまり聞かないかもしれない。わかんない、聞いてんのかな、無意識のうちに。てかもうクリスマスまで1ヶ月なんですよね。早くてびっくりなんですけど、だんだんこの時期ぐらい、まあ、11月入ったぐらいかな、だからもうハロウィンが終わったあたりぐらいから街もクリスマスモードになってきて、ツリー出てきたりとかするじゃないですか。最近もマジで東京至る所にツリーがありすぎて、見かけるたびに写真撮っちゃったりするんですけど、その影響もあってか最近はマジ毎日クリスマスソング聴いてる。クリスマスソングのプレイリスト作っちゃった。なんかでも年々とクリスマスに対しての熱量が上がってる。今年なんか私すごいんですよね、クリスマスに対しての楽しみ、ワクワクが。それで今年もねクリぼっちという感じなんですが、まあでも友達とねパーティーしようって話してるので、それは楽しみなんだけど、全然そういう予定もないんですけど、なんか今年すごいウキウキしてるんですよね。だから結構クリスマスソング聴いてて、この前そのカラオケ行った時もエミちゃんとクリスマスソングを歌い合って、冬だーと思って。みんな何が好きですか、クリスマスソング。いっぱいあるじゃないですかクリスマスソングって言ったら。私はでもやっぱめちゃめちゃ定番だけど、マライアのデデンデデンデデン、あらあらあらあクリスマス Damn it's just something I need And I came about a pretend All I need a Christmas tree とか、あとはなんか切ないけど Last Christmas I gave you my heartBut the very next day, you can be away とか聞いちゃうかも、毎年。でもこの前てか昨日ね、そのクリスマスソングをなんかいいのないかなと思って、ほんとタイムリーに見たりしてたんですけど、山下達郎さんのクリスマスイブが染みた。なんかやっぱ私結構夏メロが好きなんですよね。なんかわかんないけど夏メロってすごい染みないですか、今聞くと。だからまあ数年後には多分今の曲が夏メロって言われてるから、数年後だったら今の曲をまた聴いて染みるとか言ってるかもしれないけど、なんかやっぱ染みちゃうんですよね。今のアリアナの Santa to be is your day like that Don't let me fall in love again Be gonna hit next year Santa to be も好き。あれはなんか可愛い、 PV も可愛い。今年のクリスマス、あのコスプレというかしたいな。あのアリアナの服可愛いですよね、セットアップみたいな、パジャマみたいなやつ。でもニットの方も可愛いんだよな、ニット、オーバーサイズのニットに白の、白だっけ、ニーハイソックスみたいなのを着てるのも可愛い。ちょっと友達に言ってみようかな、ちょっとやんないって言って。今年のクリスマス土日じゃないですか。特にやっぱ土日だから街中人やばそうだねってなって、お家でやろうみたいな感じで言ってるから、ああいったパジャマみたいなゆるいお洋服でパーティーするのも楽しそう。何しようかな、楽しみだな。私ほんと昔からなんかそういうパーティーみたいなのがすごい好きで、パーティーって言ってもなんかそんな盛大なパーティーはやんないですけど、あの誕生日パーティーとか家族みんなで過ごしてきた家庭だったので、うちの家族のパーティーの定番は手巻き寿司とおばあちゃんのローストビーフなんですけど、誕生日とかになるとこの2つが出てきてみんなで食べてみたいな。なんか大人
数で集まるのが結構好きなのかも。1対1の2人とかも好きだけど、意外と大人数でワイワイするのも好きで、だから結構パーティー系は気合い入っちゃう。こっち上京してきてからクリスマスは割と友達と過ごすことが増えたんですけど、向こうにいた時は家族で過ごしていて、でこっち来てからもなんか何回か帰ろうかなみたいな感じで思った時はあったんですけど、年末にも毎年毎年割と帰ってて実家に、だからクリスマスから年末年始までいるとやっぱちょっと長いじゃないですか。そうなので年末帰るしなと思ってクリスマスは家にいることが多いんですけど、今年もまあでもそんな感じかな。あ、でも今年年末こっちで過ごすんですよ。友達と集まって年始に一緒に帰るみたいな感じなんですけど、みんないつもクリスマスの定番の過ごし方とかあります？クリスマスって何するんだろうみんな。まあでもパーティーが多いですよねきっと。お家でパーティーみたいな、そんなことないのかな。あ、てかそうだ、ブラックフライデー何か買いましたか？もう至る所でブラックフライデーブラックフライデーブラックフライデーセールみたいな感じでやってるじゃないですか。私もねもうまんまとお買い物しちゃったんですけど、いっぱいオンラインでね買ったものがほとんどなんですけど、ちょこちょこ届き始めていて、またそれもなんか動画にしようかなって思ってる。ブラックフライデー購入品みたいな感じで、もう結構ね散財しましたよ今回。欲しいものが多すぎて、欲しいものが多いのもそうだけど一つ一つの価格が割と今回大きいかも。それで結構合計金額、まあ量も買ったけど合計金額がまあ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 ない額に行きましたよ。まあまあではないな、もうすごい額だすごい額行きましたね。セールってなんかよりお財布の紐が緩んじゃいますよね。買っとかないと損みたいな。全然そんなことはないんですけど、ついついね買っちゃいますよね。そうだ、それで言うと私ブラックフライデーで iPhone ケースをね買ったんですよ。ずっと気になってたところで。でなんで iPhone ケースを買ったかと言いますと、ついに私 iPhone 14 Pro を購入いたしました。まだ手元にも届いてないし、全然あのデータもね、まあ、もちろんだけど映してないから、まだ12 Pro を使ってるんですけど、オンラインの方で予約いたしまして、でもうすぐ届くは届くんですよ。でまだちょっとデータ移行は先になるので、買い始めるのはもう少し後になっちゃうんだけど、ついにですよ。カラーはね、ちなみに私は本名の漢字にも入ってるんですけど、自分のラッキーカラーだと思ってるのが紫で、まだ前に入ってるっていうのがでかいんですけどね今回のパープルがすごい深めのパープルで可愛かったから、それにしました。いつも私シルバーとかが多くて、シンプルなものがいいなと思ってたから、やっぱりシルバーにしてたんですけど、紫がとても魅力的だったので紫にしちゃいました。届くの楽しみ、早く使いたい。でも私ね、今のこの12 Pro 512GB なんですけど、もう写真が本当に多すぎて8万枚近くあるんですね写真が。まあ職業柄っていうのもあんのかな、足りなかったんです。512だと容量がいっぱいで撮れませんみたいな感じで出てきちゃってて、で新しい iPhone 容量 1TB まで増えたじゃないですか。最大が 1TB のやつ買うしかないじゃんと思ってて、でも 1TB の在庫がなかったらしく、まあ、どうしようかなと思ってて、でなんか調べたんですね、いろいろ写真容量開け方みたいな感じで調べたら iCloud っていうのがあって、私あんまりそれ理解してなかったんですよ。もともと難しいじゃないですかそういうの、だからあんまり理解してなくて、 iCloud ってなんか聞いたことはあるけど何なんだろうと思って、なんか容量いっぱいになると iCloud を購入してくださいみたいな出てくるじゃないですか。何だったかな、 500?かなんかのやつをもともと買ってたんですよ。そんだけあっても足りなくなっちゃって、 iCloud ももうすでにいっぱいだったんです。もうこれ消すしかないかなと思ってたら、その iCloud の最大が 2TB まであったんですよ待って、 2TB って普通に考えてやばくないと思って、全然余裕で足りちゃうじゃんと思って、その 2TB のやつを最近購入して、今 iCloud と写真を同期してて、もうそれが私7万枚って言って8万枚もあるから超時間かかってて、今それが終わんないと新しい iPhoneにデータ移行ができないから、それを、ね、今待ってる最中なんですよ。普通に写真8万枚ってやばいですよね。なんか本当私写真とか整理できないタイプで、整理整頓が本当に苦手なんですよ。何でもかんでも整理整頓ってどうやったらできるようになりますか、教えてほしい。なんか整理整頓の極意みたいな、整理整頓ができる大人になるためにはどうしたらいいでしょうか、教えてください
よし、じゃあリップ今日これ使おうかな。ナーズの101番。このリップ結構密着力が高くて濡れづらいのでお気に入りです。うん、かわいい色。よし、こんな感じで OK かな。じゃあメイクこんな感じで完成しましたので、髪の毛を続いてやっていきます。はい、ということで髪の毛やっていきたいと思います。レイヤーをね、顔周りに入れてもらってセットが変わってきたんですけど、まず下の毛先をちょっとストレートで外羽、ね、外にこうやっていきます。なんかあんまりくるんってやりすぎても違うかなって思うから、こんな感じでゆるく、基本的にあんまり毛先の方は通さないイメージかな、どっちかっていうと。ちなみに温度は180度でやってます。今すごい髪の毛だけど、上も取って大羽にしていきます。髪色もね、ちょっと暗くしたんですよね。実はレッドブラウンみたいな感じで、ちょっとブラウンを今回強めに入れてもらって暗くなりましたよね。どっちがいいんだろう、もうちょっと赤みが強かった髪色か、こちらブラウンが強い方の髪の毛か、皆さんどっちがいいと思いますか。でもうちょっと赤割ってもいいかなって私思いましたね、このカラーやって。で前髪は軽くアイロンで通す。とりあえず土台ができました。これで、で最近私はこのアイロンとコテも一緒に使ってて分けてるんですけど、この表面をコテでちょっとゆるーく巻いていく。あ、ちなみにコテもアイロンもどっちもリファです。この顔周りの毛、これをこんな感じで外に流します。レイヤーってこう内側に入れていくやつもあると思うんだけど、自分の顔的に内側よりも外側に流した方が自分には合ってるかなと思ったので、私は外に流します。この時にちょっと前髪のね、横のところも一緒に挟んでやってるんだけど、これがたまに挟みすぎちゃうから、そういった時はストレートで調整しつつみたいな。もうちょっと顔周りの毛を取って、これを外に巻いていく。回転させてくるくる回してます。今のところは変かもだけど、これもまあ後でなんとなくで。これがね、本当になんかうまくいく時といかない時があって、その違いがねまだ見つけられてなくてわかんないんですよ。ちょっとこれやりすぎてるかもな。でその後に後ろの方も適当に巻いていくんだけど、後ろは結構毛先をしっかりと外してやっていった方が私的には好きかな。さっき一回ストレートアイロンで毛先を外羽にしてるので、外していってもそんなに不自然ではないかなっていう気はするので、なんかね、こうしたらうまくいくみたいなのが本当まだ自分の中で分かってなくて模索中だから、なんとなくでゆるーく巻いていく。もうこれでもちょっと私巻きすぎてるなって思ってるぐらいだから、本当に軽くでいいかも。スリーピーアイメイクの時にやった巻き方結構私好きだったんですけど、あれがどんな感じで巻いたっけなみたいな。分かんなくて自分でもどうやったらあの巻き方ができるのか、またあの巻き方は結構私の中では好きな感じだったんで、全体的に外に外に跳ねるような感じだから、もうあとはアイロンで毛先を外に無理やりに持っていくみたいな感じ。うん、難しいですね本当に巻き髪って。なんか違うな。よし、でもこんな感じかな。とりあえず巻きは OK で、バームをつけていきます。前に紹介したジュミールフランのミルティーバターバーム、先の方を中心につけて、前髪にもちょろっとつけて、つけすぎた？大丈夫かな？ちょっと巻き取れてきた時がいい感じだったりするんですよね、こういうのって。あとはハンドクリームとして使う。なんかつけすぎたかも今日。なんで今日に限ってよ。完全につけすぎだなこれ。やばいかも。学習。あの量はつけすぎ。こっちめっちゃいい感じだけど、こっちがなんかなーって感じですが、まあ、とりあえずこんな感じで髪の毛できたので、コーディネート着替えていきます。今日のコーデなんですけど、これが推しのブランドのやつで、このお洋服をちょっと着ていこうかなって思ってて、それにこのジャケットをバッグで、ボトムをグレーのコーデュロイのスカートを着て、ジャケットだけだと寒いかなって思ったから、一応マフラーも持っていこうと思います。このふわふわのマフラー。
はい、ということで本日のコーディネートこんな感じでございます。じゃじゃん。まずこのマフラーがアベマのやつです。マフラー取るとこんな感じなんですけど、このジャケットが、これが古着のやつですね。ヴィンテージのジャケットです。結構大きめな感じなんですけど、これに中が W46 のモックネックのロンティーで、バッグがシャネルのミニバッグです。スカートがグレーのスカート、ロングスカートで、めっちゃこれ伸縮性すごくて意外と歩きやすい。シューズがアシックスとアンダーソンベルのコラボのスニーカーです。今日はネックレスをね、しない代わりにちょっとイヤリング、ピアスを大きめのものを使ってます。はい、ということで本日のコーディネートはこんな感じでございます。はい、ということでこんな感じで準備完了いたしましたので、今から行ってきたいと思います。楽しみ。今日も皆さん、私の準備にお付き合いいただきありがとうございましたなんとか間に合いました。ということで楽しんできます。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。